ヒーハー。はい、始まりました。あ、ワンピーススクラッチ買いました。まあ、前回1万円出たってことでたった2枚で、今度10枚買ってきました。はい、10枚セット。いやー、まあ今度出ることはないと思うけど、まあね、一応ね、はい、買っちゃいましたよ。今回なんと1等の金額がやばいんすよ。300万円ですからね。まあ当然300万は出ないと思うけど、ただ本数が300万、11本っすからね。これ厳しくてもまあ10万円ぐらい狙いたいと思います。もしか1万円で、5000円のルフィ賞がね、5万5000本あるんで、もしかしたら俺の運だったら当たるかもしれない。じゃあ1枚目いくぜー。当たれー。あ、いきなり当たった。え、いきなり当たったんだけど、開始即当たり200円。でも200円落ちの確率が見えてきたから、ちょっとなんか逆に不満になってきたんだけど、やば、200円当たった。開始速攻で200円だよ。200円確定だったらもう泣くよ俺。はい、1枚当たりました。2枚目、はい、麦わらの帽子1個出れば5000円なんで、まあそうはうまくいかねえだろうが。そう、やはりそうか。これはなんか200円落ちの予感が、2000円かけて200円しか戻らないっていうパターンがもうプンプンするぜ。200円しか戻らないパターンがプンプンするぜ。せめて500円、500円当たってくれ。せめて500円、じゃないと死ね。俺の金が全て無駄に終わる。2000円もかかってんだ。損はしてもいいけど、当たって損しろ。当たって損だ。当たらない、当たらない。やっぱ前回が噛みすぎたのかな。2枚で1万1000だったから。うおりゃー、神、私はダメだ。クソ、あともう5枚近くしかないぞ。このままではやばい。ドキドキ感はありますね。揃うかもしれないっていうドキドキ感が。これ3つ揃えばなんで、ちゃんと2つぐらい用意してくれるから、ドキドキ感はあるスクラッチで楽しいと思います。楽しめるには楽しめるんですけど、まあもしかしたらルフィのさ、帽子が出るかもしれないみたいな。ダメだ、最初200円出てもう入ってない。これやばい。諦めんなよっていう人いるかもしれないけど、もうなんかきついっす。削るのがきついっす。なんかもう心が折れそうっす。あー、あと2枚しかもうないです。あと残り2枚で出るか。300万、出ろよー。あー、もう怖くて削れない、出ない。やっぱ前回特別すぎたんだな。本当に2枚で1万銭って全然出ないもん。せめて帽子だけ、ラスト。あー、死んだ。だだ、あー、残念。で、で200円でした。これはちょっとショッキングっすね。5000円でも出ればまあとりあえず元取れたんですけど、もうこの300万円スクラッチは多分、でも高額だからまた5枚ぐらい買うかもしれないですけど、まあ今回もうこれで終わりますわ。うん、200円で死にましたね。はい、200円しか戻ってこなかった。まあいいや、まあこういうこともあるさ。つうことで、まあぜひ5000円ぐらいだったら当たりやすいみたいなんで、うん、まあ今回当たりやすいスクラッチなんで買ってみたら楽しめると思いますね、スクラッチやってて。はい、じゃあまあこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ておい。